はい、こんにちは。サッパ TV です。今日ご紹介する商品は、以前このチャンネルで紹介しましたスマホアプリゲーム「ポケモン GO」用の自動でポケモン捕獲やアイテムを回収してくれる時計型のポケットオートキャッチという商品なんですが、新モデルが登場したということで紹介したいと思います。今年の夏頃行われたメーカーブルックさんの新製品発表会で登場したこちらの商品、前モデルに比べていろいろと進化した新たなポケモンオートキャッチになったようですね。皆さん、いかがだったのでしょうか。皆さんもこの新世紀へのすごい興味と期待がますます膨らんできたのではないでしょうか。それでは早速、今回の新製品リバイバーディアクロスに関する詳しい機能と特徴のご説明をいたします。はい、というわけで今日ご紹介する商品がこちら、ポケットオートキャッチの新モデル、ポケットオートキャッチディアプラス。さらにパワーアップした新商品、一体どんな商品なのでしょうか。みんなが求めるインフォメーション、サッパ TV。 まずこちらがパッケージですね。とてもかっこいい素敵なパッケージですね。ここにディアプラスと書かれていますね。ポケモンオートキャッチリバイバー。こちらが反対側ですね。裏側にもいろいろ製品の特徴が書いてありますけど、それでは箱を開けて中身を見てみましょう。まずパッケージを開けて、これが説明書ですかね。説明書を取り出して、こちら出てきた袋の中に本体入ってるみたいです。開けるとこちらです。オープン。こちらがブルックのポケモンオートキャッチディアプラスです。前に私メテオっていうこちらの商品紹介したんだけど、まあそれと少し似てますね、形は。そして梱包内容がこちらのバンド、時計のように身につけるときに使うこのバンドですね。これが本体を充電するときの充電アダプターですね、まあ、USB になっているので本体と USB 接続して使います。こんな感じです。こちらが説明書なんだけど、説明書もだいたい以前のモデルと変わりはなさそうですね。ポケモン GO アプリとポケットオートキャッチを接続して使用します。その時のモードの設定や時計の表示の解説が説明書に書いてありますね。梱包内容は以上になります。それでは本体もう少し詳しく見てみましょう。で、本体は先ほどのバンドとくっつけるとこんな感じで腕時計みたいな時計型の形になります。まずこれがおすすめポイントですね、まあ、時計してるみたいに知らない人から見られてもただ腕時計してると思われるようなこのかっこいい形、このおしゃれなデザインがまずおすすめポイントですね。素材はゴムのような素材で、まあ、普通の時計というよりはスポーツウォッチに近いデザイン形でしょうかね。そしてこちらは防水仕様となっていますので、日常生活で水がかかったり、まあ、あとは外で雨が降ってても濡れても大丈夫な防水仕様となっています。これなら外に出かける時も安心ですね。そして今回のこちらのポケットオートキャッチリバイバーディアプラスなんですけど、これね、ブルックさんの方でいろんなポケットオートキャッチシリーズ発売されていて、私もこれ今回のこの YouTube のライブの新製品の発表会見なかったら分かんなかったんだけど、ブルックさんのポケットオートキャッチシリーズがありまして、で今まで発売されたものがこの入門、中級、上級、この3つのレベルに分かれてるみたいで、まあおそらく入門になるほど簡単な機能で、上級になるほど複雑な機能、いろんなより多くな機能が備わっているポケットオートキャッチになると思います。私もね、このポケットオートキャッチシリーズ今回で3つ目の紹介なんですよ。なのでこの3つがどんな違いがあるのか、どんなグレード分けされているのかっていうのは、まあ、私も勉強になったなって今回この YouTube の新製品発表会で思いました。なので皆さんにもね、そこを情報共有したいと思います。そして商品どのように分けられるかというと、こちらです。中級、上級の3つタイプに分かれています。中級モデルはポケットオートキャッチリバイバーディアメディアなど
中心的機能だけではなく、防水、防塵、バンドの汎用性、短絡防止など主に利便性を高める設計がされています。というわけで今回のディアプラスは中級のレベルのポケットオートキャッチシリーズみたいですね。まあ、特徴は防水とバッテリーの使用時間が18時間と長めの設計になっています。以前紹介したメテオのシリーズもここですね、中級です。そして最後が上級、上級がこちら。上級モデルポケットアウトキャッチウォッチクなんです。最大の特徴はカラーディスプレイを採用したことです。こちらも私が以前紹介したポケットオートキャッチの3ですね。こちらが上級モデルで、まあ、カラーディスプレイだったりマンポケ、あと時計の機能がついたりと高機能なポケットオートキャッチになってますね。なので全てのモデル、ポケモン GO のアイテムをゲットしたりポケモンをオートでキャッチする機能は備わっていて、それ以上に中級上級になってくると様々な機能が追加されてくる、そういうグレードの違いですね。まあ、見た目もお値段も変わってくるので、まあ、自分に合ったポケットオートキャッチシリーズが見つかるといいですね。それでは今回のリバイバーディアプラス使ってみましょう。そしたらスマホとポケットオートキャッチを Bluetooth でペアリングします。するとこのようにバイブレーションで腕に振動でお知らせしてくれて、ポケモンを捕まえたとかアイテム捕獲しましたっていうのを教えてくれるんです。なので時計をしていればスマホを見なくてもポケモンを自動で捕獲してくれたり、アイテムを自動で探してくれる、これがポケットオートキャッチの最大の機能ですね。あとは設定なんですけど、こちらのボタンを押しながら、まあ、ポケモンを捕獲するかどうか、アイテムを捕獲するかどうかね、オンオフの設定をすることができます。あと今回新モデルになって進化した点をまとめると、スマホとポケットオートキャッチが通信切れるとバイブでお知らせしてくれる、これはね Android だけの機能って書いてあったかな。であとはバッテリーが長い、18時間持つので、18時間あればね、朝から晩まで遊んでる時とか学校とか仕事行ってる時も十分持つ時間ですね。あとは専用アプリが対応ということで、アプリからこのポケモンオートキャッチの設定ができるみたいですね。こちらもいいですね、便利になりました。私も実際に日常生活でポケットオートキャッチをはめて使ってみましたけど、本当に時計をつけてる感覚でポケモンを捕まえることができる、とっても便利な商品だなと思いました。こうやってハンバーグを夢中で食べてる時も腕につけてスマホとポケモン GO を接続しておけば勝手にポケモンをゲットしてくれます。ありがたいですね。はい、というわけでポケットオートキャッチディアプラスのご紹介でしたけど、いかがだったでしょうか。私の使ってみた感想なんですけど、まあ、こういったポケットオートキャッチみたいな商品は、まあ、他にもいろいろあると思うんだけど、このブルックさんから出ているポケットオートキャッチは結構メインで販売されている、 Amazon とか日本のお店でもね、電気屋さんとかでも販売されている商品なんだけど、まあ、こちらの商品ポケットオートキャッチシリーズでたくさんの商品出てるんだけど、まあ、購入する人がポケモン GO のポケモンやアイテムを獲得する機能だけではなくて、防水の機能だったりマンポケの機能だったり、あとは見た目、デザイン、いろんな商品から自分に合ったポケットオートキャッチを選べるっていうのがいいなって思いました。こういったアイテムを使いながらポケモン GO をもっと楽しめるといいなと思いますね。はい、というわけでそろそろお時間の方がやってまいりましたので、この辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。さよなら。